運賃制度。運賃制度とは、旅客運送事業における運賃の制度の一覧である。運賃制度には、ロンドン地下鉄などで採用されているゾーン制や、パリ地下鉄などで採用されている、均一運賃など、いくつかのシステムがある。日本の鉄道では、各駅間の距離に応じて運賃が設定されることが多いが、このように距離に応じた細かい運賃設定を行っている国は多くはない。 実際には複数の制度を組み合わせた運賃体系を採用している事業者も多く、明確に区分できるものではない。例えば、広島電鉄や福井鉄道、福武線の場合、軌道区間のみは均一性運賃、鉄道区間をまたぐと、大距離区間性、大記録区間性運賃となり、均一性、区間性、大距離性の3つの運賃制度が並存している。軌道区間を 大きなゾーンとし、鉄道区間の各駅を一駅のみのゾーンとみなせば、ゾーン性運賃と捉えることもできる。日本のバスでは、利用実態に合わせて複雑な運賃制度を採用している事業者が多い。例えば、両備えバスや富山地鉄バスの場合、区間性運賃に指定定留所、口実によって、ゾーン性運賃が内包されている。 日本のバスではこのタイプの運賃制度を採用する路線が多い。またバス停留所間の距離が長い過疎地域の路線バスではすべてのバス停留所間の運賃が異なるなどの事例もあり、この場合は区間性かゾーン性かという概念で区別できないことになる。以下に各制度について解説する。距離や時間に関係なく金額が変わらない運賃。鉄道の場合には 切符の種類を単純化でき、改札システムも単純化できるという利点がある。均一運賃を採用しているパリ地下鉄では、1回券、回数券、1日券、2日券などに券種が単純化されている。日本では、主に大都市部や地方中核都市の中心市街地の路線バス、コミュニティバスや乗り合いタクシー、路面電車などで採用されることが多い。 運賃制度である。社内で乗車整理券が発行されない点が、下記の運賃制度とは異なる。運賃先払いを採用する事業者が多くを占めるが、後払いの事業者も少なくはない。利用者にとってはわかりやすい運賃制度であるが、営業距離が長くなればなるほどこの制度には限界が生じる。そのためこの制度が採用されている場合でも、定期乗車券の場合においては、 距離性が用いられている場合もある。多数に上るため省略する。純粋な均一性運賃として、例えば、東京都交通局、都営バスの東京23区内均一運賃などが該当する。二駅しかないものを除く、路線を区間ごとに区切って、区間をまたぐごとに運賃が加算されていく制度。純粋な区間性運賃の場合、バス。 乗り合いタクシーの路線では、区会停留所と外方停留所、または普通停留所という二つの年で構成される。区会停留所でない途中の停留所で下車する場合は、次の区会停留所まで切り上げて計算する。ゾーン制との見分け方は、同じ運賃の境界線が、駅、バス停場、または事業者が独自に設定た、支店上にできる点である。ゾーン制と同じく、 均一性と比べてきめ細やかな運賃設定が可能である。主要なターミナル駅、バスターミナルを越えると同じ区間に属していなければ、次の駅、バス停で運賃が変わり、ターミナル駅、バスターミナルを通過する利用者にとっては、特にターミナル駅、バスターミナルを間に挟む3駅3、バス停間において割高感が出る傾向にある。 日本では大都市や地方中各都市の郊外の多くの路線バスで導入されているが、鉄道や乗り合いタクシーでの導入事例は少ない。ただし工述するように区間性を発展させた、大距離区間性、大記録区間性を採用する鉄道事業者は多い。多数に上るため省略する、純粋な区間性運賃、区間停留所と外方停留所、または普通停留所のみで、 構成の路線として、例えば、佐世保市 A バスの大半の路線などが該当する。地帯性とも呼ばれる。路線も多く系、または、同心円状に分けたゾーンで区切って、ゾーンをまたぐごとに運賃が加算されていく制度で、区間性の区間を大きく取ったものとも言える。純粋なゾーン性運賃の場合、バス、乗り合いタクシーの路線では、 区間停留所と指定停留所という二つの概念で構成される。区間停留所でない途中の停留所で下車する場合は、ゾーンの中心となる停留所まで計算し、切り捨てとなる場合と切り上げとなる場合がある。区間性との見分け方は、同じ運賃の境界線が二つの駅、バス停の間にできる点である。主要なターミナル駅、バスターミナルの移間同士を乗車する場合、乗車。 放射する駅、バス停がそのターミナル駅、バスターミナルゾーンを出なければ、区間性運賃を採用した場合と比べて割安に、ジルが、隣同士の駅、停留所間であってもお互いが違うゾーンに属していれば、同じゾーン内の隣同士の駅、停留所間の運賃と比べて割高感が出る、傾向がある。主に地方中各都市の中心市街地や、郊外の路線バス、 高速バスや乗り合いタクシーなどで採用されることが多い運賃制度である。似たような事例として JR の特定特使内制度や航空普通運賃のマルチエポート制度などがある。多数に上るため省略する。純粋なゾーン性運賃、区会停留所と指定停留所のみで、公正の路線はあまり多く存在しないが、例えば京福バスの大和田エコラインや定期建造後、 区切ってそのゾーンの普通運賃を均一、ゾーンをまたぐ場合に運賃を加算するケース、軽半バスなどが該当する。運送距離に応じて運賃が加算されていく制度、待機路制とも呼ばれる。運送開始時点から、初乗りと呼ばれる距離に応じた最低運賃が設定され、その初乗りを超過すると一定距離ごとに一定額が加算されていく。日本では、 タクシー、下記の時間制と併用されるケースが多い、一部の鉄道事業者の普通運賃や多くの鉄道事業者の定期運賃で採用されている。距離区分の短い対距離区間制と同様であるが、日本の鉄道では一般的に1キロごとの区切りのものを距離制と呼んでいる。対記録区間制とも呼ばれる。基本的には距離制運賃と同様だが、 初乗り超過後の距離区分を長く取ってあるもの。日本では大多数の鉄道事業者で採用している。運送開始時点、乗車時からの時間ごとに運賃が加算されていく制度。ドイツやイタリアなどの鉄道では多く採用されている。日本ではタクシーなどに見られる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。